ジム・ミラーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニュージャージー州スパルタ出身。ミラーブラザーズ MMA 所属。元 ROC ライト級王者。元 CFFC ライト級王者。総合格闘家のダン・ミラーは実刑。8歳の頃テコンドをはじめ、スパルタ高校、バージニア工科大学とレスリングを続けていたが、2005年に、 総合格闘技の練習を開始し、同年11月には、プロデビュー、地元ニュージャージーのローカル団体でキャリアを積んだ。2006年8月5日、リアリティファイティングにて、ムーシン・コーブリーに一本勝ちし、ライト級王座を獲得。11月18日には初防衛戦で、フランク・エドガーと対戦するも、判定負けでプロ初黒星を起死した。 2007年4月13日、CFFC で、ライト級王者アルバックに一本勝ちし王座獲得に、成功し、2ヶ月後の防衛戦でも勝利を収めた。2008年4月4日、初参戦となった、アイファルで、バート・パラゼウスキーと対戦し、判定勝ち。その後アニダンと共に UFC と契約を交わした。2008年10月18日、 UFC 初参戦となった UFC89 でデビッド・バロンと対戦し、チョーク・スリーパーで一本勝合致し、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。12月10日にはフランク・エドガーの代役で急遽 UFC ・ファイト・フォー・ザ・トゥループスに出場、マット・ワイマンに判定勝ちし、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年3月7日、UFC96 でグレー・メイナードに 判定負け。その後は、マック・ダンジング、スティーブ・ロッペス相手に2連勝を収めた。2010年1月2日、UFC-108 で、ドゥエイン・ラドウィックと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。3月27日、UFC-111 で、マーク・ボー・チェックと対戦し、判定勝ち。二千十年九月十五日、UFC ・ファイトナイト、マーカと VS、プル・アラスで、 グレーゾン・チバウと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2010年12月11日、UFC124 でチャールズ・オリベイラと対戦し、膝十字固めで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。試合後、タイトル挑戦をアピールした。2011年8月14日、UFC ライブ、ハーディ VS ・ライトルでベン・ヘンダーソンと対戦し、 中盤から圧倒され判定負け。2012年1月20日、UFC オン FX1 で、メルビン・ギラードと対戦し、リアネイキドチョークで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年5月5日、UFC オン・フォックス3のライト級王座挑戦者、決定戦で、ネイト・ディアスと対戦し、ギロチンチョークで自身初の一本負けを喫し、挑戦権獲得に失敗した。 2012年12月29日、UFC155 で、ジョー・ローゾンと対戦し、判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年4月27日、UFC159 でパッド・ヒーリーと対戦し、リアネーキド・チョークで一本負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。試合後、薬物検査で、ヒーリーのマリュファナ服用が発覚したため試合結果は、無効となった。 2014年7月16日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS、ミラーで、ライト級ランキング6位のドナルド・セラーニと対戦し、右ハイキックで小負け。2015年12月10日、UFC ファイトナイト、ナマウナス VS、バンザントで、マイケル・キエーザと対戦し、リアネーキドチョークで一本負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年8月27日、 UFC On Fox 21で、ジョー・ローゾンと約3年半ぶりに再戦し、判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年2月11日、UFC208 でライト級ランキング10位のダスティン・ポイエーと対戦し、0から2の判定負け。2019年4月27日、UFC Fight Night ジョック・レイ VS ・ハーマンソンで、ジェイソン・ゴンザレスと対戦し、 一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2020年6月20日、UFC オン ESPN ブレイズ VS ボルコフでルーズベルト・ロバーツと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。ありがとうございます。